はい、こんにちは、コムさんです。川崎忍者 ZXRR 続きやっていきます。まだこんなに細かいパーツがあります。これね、まだね、パーティングラインとゲート処理してないです。はい、やっとけよという話なんですけどね。まあまあね、やってるところを動画にアップしていくというね、いうのもコムさんのね、はい、楽しみというかね、なんでこんな感じでね、削っていきます。パーティングライン、ここにガッツリあるんですよ、パーティングラインね。これを削っていきます。映ってるかな、よいしょ。これね、ずーっと一周あるんですよ、ぐるーっとね。このステアリングちゃう、ハンドルの部分ね、この中もね、ここはちょっとこう丸めてね、いかんとわかんないので、これでいこうか。こうして、ちっちゃく丸めなあかんのかな。あ、これでいけるか。ちょっと使える。終わらないようにね。ただ最悪。もうちょっとちっちゃいやつ作りますね。このペーパーの丸みも利用しつつね、こんな感じ。まあ、パーティングライン薄いんですぐ削れてしまいます。ね、あれ、ね、ミデット。ミデットもそんなにね、言うほどではなかったんですけどね、コムさん的には。ちょっとね、ボディのとこに、ガツッとこうね、あれありました、これでいこう。バリね、バリはありましたけどね、そんなでもなかったですね。あれは楽しくやれましたね。はい、ちょっとこれカッターで削ろうか。カッターで削って、で、ペーパーで、横にね、モールドあるやつ削らないように。こんな感じかな。取れたかな、もうちょっとかな。こんな感じね。取れました。取れましたね。ちょっと手元が暗いな。もうちょっとこうかな。こうですね。照明がね、暗い。モールドにこうちょっとバリがついたのかな。こんな感じでね、やっていきます。この中も、この中にね、パーティングラインがあるんで、ここ、こんな感じで削っていきます。ちゃんと取っとかないとね、塗装に出ちゃうんで、しっかりね、取っときましょうかね。やっぱりありました。ないのかなって一瞬思ったんですけど、ありましたね。よいしょ。はい。こんな感じかな。はい。もう片方の方はね、やっときますのでね。はい。またね、他のやつやっていきます。全体的にね、パーツはあるので、はい、やっていきますよ。ペーパー、こっちの方がいいのかな。よいしょか。このモールド削らないように注意しながらね。こ
これゲートなんでね、これを削っていかなあかん。パーティングライン消していく動画中ね。これもまあまあ必要、いつもね言ってますけど必要な作業なんでね、ご一緒になる方は退屈になるかもわからないですけどね、ちょっと退屈かな、うん、退屈かもしれないな。取れたね、取れたみたいな。よし、こんな感じでしょうか。取れました。はい、これキャリパーなんですけどね、キャリパーのこのパーツね、ここね、これゲートなんですけど、あ、映ってない、ゲートね、なんですけど、このここにね、かすかにね、残す部分があるんですよね。これを切らないようにね、まあ、切ったからどうだっていうのはないと思うんですけどね、このぐらいのモードだとね。ただこれがね、残るようです。こうやってね。はい。で、そうね、ここゲートはここね、ゲート、今のゲートね、ちょっと残すというのと、ここにゲートがあるとね、ここからモールド削らないようにね、注意という感じです。はい、それではね、このね、ハンドルのここと、このね、細いとこだけね、シルバーなんですよ。そこまず塗るのにね、塗るためにこの全体的にまあかかっちゃうんですけど、シルバー塗装していこうと思います。あとまあ上塗りするんでね、あとこのパーツ2つね、これとこれ2つシルバー塗装ね、爪楊枝に刺しました。でこれタンクの蓋かな、これはこのね、外回りがシルバーなんですね。それをね、塗装していきます。こまこまとしたね、塗装とか作業内容になっていきますが、その辺はまあね、しょうがないのかなと思いますのでまあ楽しみながらやっていこうかなと思います。ちょっと出してね、はい、やっていきますよ。ちょっと、ね、気圧が非常に高いんで、気圧を緩めよう。ではやっていきます。いきなりこれ中へね、入れていかなあかんのでね、まあ、ちょっと外はどうでもいいんですよ。入ってますね。あんまりドバドバとかけてもあかんのでね、そーっと優しく拭いては乾かし、拭いては乾かしね。
上塗りかけるとはいえ、あの他のとこあんまりねシルバーにしたくないので、全体にシルバーかけて、ね、塗装してもいいんですけどね。こんなもんかな。ちょっと待ってくださいね。見えづらいので、もうちょっとこんな感じで、この上側か。よし、そしてね、ここ、ここやった方がいいのかな。もう次ここは黒なんでね、こうした方がいいのかな。ここは最終的に黒なんですけどね、まあ塗装のノリのいいようにっていう感じかな。はい、この感じね。ということで、これもこっちへこうして、一旦シルバーにする感じですね。このようにね。はい、それでは次ね、32番、チタンシルバーね。チタンシルバーを拭いていきます。各パーツね、チタンシルバー。やっていきますよ。これはこのパーツも黒に塗り分けるんですが、まあシルバーの上に黒なんで OK かなと。な感じかな。よいしょ。でこれ、そして、これ
キャリパーね、あとこのパーツね、まだあります。これもね、シールが、チタンシールがね、一回まあだーっとね、つけていきます。出てるのかな。ちょっとなくなっちゃいましたね。ちょっと足しますね。はい、それではね、もうちょっとやっていきます。これもう一個あって、これね、このちっちゃいやつ、パイプの継ぎ手かな。よし、こんな感じね、つきました。はい、その他パーツね、セミグロスブラック拭いていきます。このメーターパネルなんかはあれかな、カーボンかもしれないですよね。中にね、拭きました。そうですね。いいか、メーターと、メーターこの枠だけなんで、もうコムさん好みでね、もうカーボン調にします、これ。真ん中メーターなんですけどね、外回りはね。で、このパーツね、これどうもカーボンなんですよ。なので、こうやってね、はい、カーボン塗装にしていきます。こっちの方が優先やな。こういくか。はい、こんな感じでね、かけました。で、ちょっとよし、ではね、いきます。はい、それではこのパーツね、スモークかけていきます。
思うかな。ちょっとねエアーで乾かします。こんな感じね、カーボン塗装。はい、このパーツね、周り赤なんで、まず白サフね、拭いていきます。他のね、細かい部分はまだ違う色の塗り分けになるんですが、この本体部分っていうのかな、ここが赤色なんですね。赤色ってね、レッドです、レッド。はい、それではね、赤、さっきのパーツにね、赤塗っていきます。細かいですね、細かい塗り分け。こんなんね、やっときましたでいいんですけどね。まあまあまあ、いいですよね。コムさんがやってますよっていうね、感じでね。うん、他のパーツにかからへんか、ちょっと心配です。こんな感じでね、赤になりましたので、こうやな。こんな感じね。はい、それではね、塗装はもうちょっと乾かしたいというかね、もう乾いてるとは思うんですけどね、もうちょっとだけ乾かしたい気持ちもあるので、パーツね、組み立てていきたいと思います。パーツというかこのね、エンジンとフレームのね本体ですよね、本体、これにね、これ組み立てていくということです。今これスタンド外したらいいんですけどね、もう外すのが、外さずにこのまま行こうかなと思います。これでネジ止めね、していきましょう。よし、止まりました。そしたらね、今度エキゾースパイプ、これ外すか、やっぱり外します。これね、はい、エキゾースパイプね、こっちか、こっちにこれ、ここにこうつけつつ、ここね、入りました、今入りましたよ。でここね、こうです。で、こんな感じで入りましたかね。締めていくんですけどね、今コモさんちょっと気づいたんですけど、これチェーンギリギリ、これ設計上こんな感じでできてるんですかね。実写もね、これ計算バッチリですよね。ここもここ回ってるみたいなね、というかかっこいいですね。はい、ちょっとねコモさん、この赤足らんかな、青足らんかなっていう気持ちもあるんですけどね、あとこの配色の位置もね、微妙やなってはちょっと思ってるんですけどね、まあまあここだけしか見えへんので、まあええかなという感じです。実質ここちょっとね、ほんまはもうちょっと焦げ色だけなんですよね。ちょっと赤ここ出てますけどね、うん、でこっからこっちの焼け色でって感じなんで、まあいいんじゃないかなと思ってます。こんな感じでね。ほんでこの口ちょっと青くしてる焦げ色やっていうのにね、青色にしております。もうこの辺はコンさんの感覚ね、ただただ感覚ね、うん、
感覚値が好みね。はい、でこっちのパー、エキパイマフラーねつけていきます。どうしたんだ、まあ、こうか。結構キュッと入れないの入らないんですね。よいしょ。なかなかもうここまで来ると楽しいですよね。あとこの止めてるところ止めてるところね、ここどこか分かりますかね。ちょっと待ってくださいね、くれちゃうんですか。よいしょ。このね、今ネジ入れてる部分ね、ここにまでね焦げ色ついてるんでね、ちょっとこれ微妙かな。これちょっと後で塗っとこうか。ちょっとね、実質何色なんやろうな。こういう止め方されてへんと思うんですよね、実写は。まあまあいいです。わ、かっこいい。なんやかんや言うてかっこいいです。どうでしょうか、見てくださいこれ。はい、こんな感じで色出てるかな。全然見えへんか。暗くなっちゃって、こんな感じですよね。かっこいいです。はい、そしたらね、一回ね、いや、これカウル当てたからってどうなんだっていうことになるのかもわからないですけどね。カウルってどの当たるのかな。ちょっと待ってくださいね。あ、そうかそうか、これじゃないんだ。こっちじゃないな。こさんもね、嬉しくてもうね、なんかこうはしゃいでますが、ちょっと待ってくださいね。これね、これをつけるんですよね。これを、まあ、仮にやけど、こうですか。うわ、かっこいい。ここからこうやって覗くんですよね、ちょっとだけね。うわ、かっこいい。おっとっとっと、かっこいい。はい、まあね、あ、そうそう、これつけよう。これね、これさっきつけんでよかったかな。これはネジじゃないんでしょうか。こうかな。あ、ここにはめるんだね。こうはめて、うん、面白いなこれ。こうはめるでしょ。なんかあのアンパイアっていうのかな、アンパイアって古いか言う方、審判ね、野球の審判さんのあのなんか。あの胸のとこに当てるやつみたいですね、これ。あ、こうか。わ、かっこいい、ついた。今ちょっと一瞬間ついたの、かっこいい。もう興奮しまくりです、またコムさん、これ。もうね、今からずっとこんな感じでね、最後まで行くかもしれません。興奮しきり。ちょんちょんと流し込んで。キュッキュッキュッとね。これはもう外さないと思うんですけどね。どうなんだろう、大丈夫と思えるな。一応接着しとこうか。これは本来接着せんとバラしてね、遊ぶのかもしれないね。こうこれね、意外とグッとこう、なんていうんですかね、こうグッとかかるんですね、力がね。ここもね、こう挟み込むみたいな。だからこう外して、これもこう外せるんだと思うんですけどね。はい、まあコムさん多分外して遊ばないと思うんで、これでいいかなと思います。はい、わ、これもカーボン塗装せなあかんのかな、もしかして。はい、まあその辺は考えていきましょう。ねスタンドをつけましょうね。はい、ついてました。はい、こんな感じ。何も見てますけどね、こんな感じでできました。はい、というわけでね、今回は、これで終わっておきたいと思います。ね、長い間ねご視聴ありがとうございました。またね、次回まあ塗り分けねやっていこうと思いますのでね、ご視聴になってください、ぜひね。まあまあ、こんな今日は塗り分けばっかりになったんですけどね、塗り分けいうか、大きく塗り分けいうかな、塗装というか。乾いてるんだけどな、もうちょっと我慢しようか。はい、次回まあね、また続きやっていきますので、ご視聴になってください。はい、じゃあね、今回これで終わっておこうと思います。
コムさんね、チャンネル登録の方もね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、川崎忍者、ZXRR でした。お送りしたのはコムさんでした。ちょっとね、作業内容ね、ちょびっとでしたけどもね、また楽しんでいきたいと思います。では次回またお会いしましょう。さよなら。